はい、今日のソーシャル3分クッキングは一芸を披露しようです。皆さん、Twitter とか Facebook でやるとですね、いろいろな、人と会うことがあるかと思います。ところがですね、人と会ってもですね、誰でしたっけ？となるのが一番悲しいわけですね。よくありませんか？この人なんか会ったことあるような気するけど、誰やったかな？みたいな。ありますよね。で、これはなぜかというとですね、印象に残ってないからなんですね。で、皆さん、自分のやってる仕事でですね、印象に残るというのはなかなか難しいんですね。私はですね、弁護士やってますとか、まあ、弁護士は覚えれるかな、保険会社の営業をやってますとか、そういったのでですね、あ、この人、保険会社の営業、佐藤さんって覚えるのはなかなか難しいんです。なので、まあ、私の友人の加藤さんだとですね、アムロのモノマネが得意なソーシャルメディアに詳しい加藤さんだという形で、やっぱりインパクトがあるもので、他のですね、重要な仕事を何やってるかという部分は覚えていただけるということになるわけですね。だいたい人間、要項としては2つか3つぐらいで覚えるということですね。ですので、私の場合は、定時になんかできるソーシャルメディアとかに詳しくて、なんかツイッターでやたらいっぱいとこに出てる、坂田さんだみたいな。まあ、3つですよね。項目でまあ覚えられているということです。ですので、ね、インパクトを与えるためには、まあ、実物リアルでも、まあ、こういったユーストリームとかですね、Facebook の動画でもですね、何か一芸をですね、持ってですね、それを見せることで、印象が、バッチリ覚えていただけるということになりますので、ぜひ一芸を持ってくださいねということで、それではですね、私の一芸、新ネタというか、まあ知ってる人は知っているんですが、ギレンザビのものまねをやります。我々は一人の英雄を失った。しかし、これは敗北を意味するのか、否、始まりなんだ。諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君らの父も子も、その連邦の無知らぬ抵抗の前に死んでいった。その怒り悲しみを忘れてはならない。ガルマはそれを身をもって示してくれた。国民よ、その悲しみを怒りに変え、立てよ国民。人類は優秀なジオン国民こそ救うことができるのだ。ジークジオン。もうモノマネ部分だけ3分経ったような気がしますが、はい、以上、ソーシャル3分クッキングです。